皆様明けましておめでとうございます。本年もねよろしくお願いします。何本目かのね新年のまたね、動画となりますけれどもね、ちょっとまあ正月の風景ぐらいはねまあ鏡開きっていうかね、それぐらいまではこういう動画もあると思いますけど、よろしくお願いします。ということで今日は泊まり神社さんですね、加古川市ですね。こちらもね、まあ宮本伊織のね言われのある神社で、能舞台みたいのも綺麗ですよね。もうね、うん、松が飾ってあってね、はい。でまあ、ここがね本殿になりまして、神主さん女性やったかな、ここね、でいろいろ言われあるんですよこれね。なんかとなんで泊まりに言うか、ご神教の一つがここに泊まりついてお祭りしたのがあれらしいな。ちょっともう旗が揺れて分かる。ちょっと宮本伊織ねで、有名な神社ですね。これちょっとまた皆さん呼んでくださいね。はい、でまあこういうものお宝としてこういうものがね、これちょっと旗の立てるとこ考えてくれてるけど、揺れて揺れて、よし。それとねこれがまあ遺跡ですよね。何遺跡って書いてるのこれ、石弾き城跡、あ、遺跡っていうか、こんなところにお城があったよな。うん。結構ね、静かな広々としていい神社ですよね、これね。こういう感じで。あと、まあ、そこにちょっと、流氷焼きみたいなのもあるし、見とこうか。お正月やからね、人も多いです。泊まりついたところか、肩の川勝がありましたもんね。このぐらいの説明書きの方が分かりやすいよね。ごちゃごちゃ書いて余ったらその大神と少な彦の神か、違うけど神やな。宮本武蔵のあれが新した絵馬や棟札加工岩製の石道路などのっていいますか。はい、ちょっと今見ていきましょうね。まあここいろいろ見るもあるんでね、皆さんゆっくり見てください。ちょっと私も全部が紹介しきれないんだけど、ちょっとミニチュアですけどね、綺麗な絵馬ですねこれね。まあ、これぐらいでいいんじゃないですか。よいしょ、ありがとうございます。スマートなね竜です。いい感じね。はい、まあそんな感じですね。社務所はあちらね。はい、ということで本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。